民航空運行士は、1975年まで、中華民国に存在した、航空会社。クレアリージェンロートベトナムに展開するカーツシー46型、北い平松山空港に駐機するダグラス DC 6民航空運行士の CV880 の、ポスター第二次世界大戦終結後の1946年に、行政院前後救済総書管活化の行、 航空運隊として創立された。創立に際しては、アメリカの OSS が深く関わり、第二次世界大戦中に、アメリカ合衆国義勇航空隊を率いた、クレアリーシェンノートが役員に名を連ねた。すでに、中華民国では、中国航空公司と中央航空公使の2社が民間航空を加戦する状態であり、曲がりなりにも、 民族資本となった両者に加えて新たに外資が参入することには中国国民党や国民政府内部からも反発があった。このため連合国救済復興機関の復興援助物資の輸送と航空機関の再建を担うという目的で何とか参入を認めさせた経緯がある。安楽援助が百四十八年に終了すると同社は中華民国交通部管轄下の 民航空運隊となり、ベトナム国統治下のハイフォンに就航するなど、民間航空としての活動を本格化させるが、その一方で、中国共産党軍との国境内戦の激化に、伴い国民党軍の軍事物資や、兵員の運搬支援業務も受け負った。国境内戦ではアメリカからの軍事支援が大幅に削減された、国民党側の敗北、共産党側の勝利に終わり、 また中高、王高では従業員が集団で共産党側に投稿したこともあって台湾へと戦とした中華民国でのフラッグキャリアとしての地位を民工が担うこととなる。とはいえ中国共産党イコール中華人民共和国の死生化となった中国大陸内の路線と市場を失った打撃は大きく CIA による援助で何とか名脈を保つことができた。 1950年には台湾島内の航空路線を開設するとともに東京とシンガポールにも就航。冷戦下に勃発した第一次インドシナ戦争や朝鮮戦争などのアジア諸国で勃発した戦争においてアメリカ軍向けの運送業務につくかたわら同じく CIA の支援のもと設立されたエアアメリカとともに東南アジアや大陸におけるアメリカや中華民国の 情報活動や秘密軍事活動の支援に従事する。また、表の顔としては、ダグラス DC-6B などの大型旅客機を運行し、中華民国内路線のみならず、東京や大阪、香港やマニラ、サイゴンやバンコクなどへの国際線を運行するまでになった。また、国内線とチャーター便運行を目的として1951年に復興航空が、 1957年に遠藤航空がそれぞれ運航を開始し、1959年にはその後同国のフラッグキャリアとなる中華航空が設立されたものの、当時中華郵政当局が発行した中華民国における民間航空40周年の記念切手には、晴天白日機と共に民航空運航士の保有期が描かれており、国際線を 数多く運行する同社は事実上当時の中華民国のフラッグキャリアの扱いであった。1953年には中華民国による民間航空会社への外資規制が成立し、これに対応する形でペーパーカンパニーへの株主移転を図りながら1955年に民航空運航士へと解消、また機体整備などの関連部門を足シ航空公司へとスピンオフした。 コンベア CV-8801960 年代に入ると初の大型ジェット機であるコンベア880が導入された。同機は黄金色で中華風の派手なマーキングと特別仕様の豪華な中華風のキャビンインテリア装飾を施し、マンダリンジェットの愛称が与えられ広告にも登場し一般にも親しまれた。1968年以降は 効率の良い最新兵のボーイング727へ更新し、同期はキャセーパシフィック航空に引き取られた。CAT の機材は1973年に公開されたブルースリー主演の映画、モエオドラゴンのオープニングテーマ内の軽徳空港でのシーンで見ることができる。日本への国際旅客便は1950年に台北発沖縄、 岩国経由東京便が乗り入れたのを皮切りに、大阪便や沖縄に乗り入れた。日本での営業拠点は、東京都千代田区、大阪市の他米空軍立川基地川内旅客ターミナルにもあり、米軍、情報機関関係の輸送や、米軍関係者向け旅行代理店業務を行っていた。その後、百六十八年二月十六日に、唯一のボーイング二十七を、 運航担当役員が無断で操縦して、台北松山空港への着陸侵入に失敗し、墜落。すべての旅客便を運航停止に追い込まれたところへ、同社経営陣による脱税も発覚し、一挙に注目の批判にさらされることとなった。それ以前から、中華民国では外資色の強い民航より、国民党が深く関わった中華航空を優遇する政策が取られており、 また、1960年に軍事介入が本格化したベトナム戦争が激化する中でアメリカの諜報活動は東アジアから東南アジアへと軸足を移しており CIA においても民興の重要度は低下していた。同年4月11日、同社はすべての定期不定期国際路線を休止し5月29日にはすべての国内路線を中華航空に移管して 台湾の空から姿を消した。会社自体は1975年に解散している。展示されている C-47。ありがとうございます。